ハローハロー、どうも吉本興業所属のジョビンです。このチャンネルはアクセルハウスの提供でお送りしております。今日はブレイキングダウン9の、所沢のタイソン VS ごぼうの塔奥野のこの勝敗予想をやっていきたいと思います。おそらくブレイキングダウンの勝敗予想してるやつも僕はあんま見たことないし、所沢の体操で奥野の試合についての勝敗予想を上げるやつって世界でも僕しかいないんじゃないかなと思っております。ただ僕はね、違う動画でも言ったけど、アウトロー YouTuber の大ファンなの。大ファンってかもう本当痛いやつらの集まりなんで嫌いなんやけど見てしまうっていうか、うん、でそれの本当象徴、最も痛いやつ、もう俺が地球上で一番嫌いなのは所沢の体操です。本当人間のクズなんでこいつ。で対するごぼうの塔奥野、ね、メイウェザー対朝倉未来戦で花束投げてもう死ぬほど嫌いになりましたけど、まさか僕が奥野を応援する日が来るとは思ってもいませんでした。今回もね、奥野大応援、マジでなんとかして所沢の体操に制裁してもらいたいなと思っております。はい。で勝敗予想なんやけど、あまりにもデータが少なすぎて、一応2点だけ、データとして動く映像を確認してきました。はい。まず1個目、奥野の映像のデータとしては、柴田戦、柴田とエキシビジョンで、試合してて、うん、エキシビジョンなんでね、ほんとこれをどう捉えるか難しい点なんですけど、一応 MMA の動きをしてる、はい、動画があって、それちゃんとチェックしました。はい。で、所沢タイソンに関してはこの前のブレイキングダウン9のボリューム2からオーディションの動画、それで瓜田さんに殴られてて、ちょっとその映像をちょっと確認したんですけど、まあ、このデータ2点しかないんですけど、一応自分なりに、はい、ちょっと分析はしてきたつもりです。はい。でまだちょっとオーディションについて触れたいんですけど、そうなんかね、予告編が流れてるだけの状態の時、そう瓜田さんとちょっとつかみ合いになる予告編が流れてる状態の時に、所沢タイソンもですね、なんか焦って YouTube の動画を出して YouTube の動画で瓜田さんに対してすごい偉そうに言ってて、なんか街で見かけたボコボコにするとか、なんかさらうぞみたいなこと言ってて、なんか違和感を感じたんですよ。なんでそんな怒ってるんかなと思ったんですけど、やっと謎が解けました。うん、ね、完全にね、オーディションで腰砕けになってて、瓜田さんの右フックをもらって、で映像が後日流れることはもうね、所沢タイソンからしても分かってもうてるから、その前にちょっと単価を切っとかんと、そう、もう恥ずかしいっていう思いであれは言ったんと思う。うん、それをもう見越して、どうせあそこが流れてしまうから、あの恥ずかしい映像だから、そうハッタリでああいう風に威嚇っていうか、全然俺ビビってないぞっていう感じで瓜田さんに言ったんと思う。本当そういう人間なんで、所沢の体操は。で映像、まあ僕もね、格闘技もっと一応ディープのチャンピオンでもあるし、何試合もまあ1000試合以上何千試合と見てきてるんですけど、あれは完全に効いてますね。完全に効いてる。やっぱまあ失神したわけじゃなくて、もう一瞬意識なくなってるのも一瞬だけやけど、腰落ちて、あれでもこいつはとにかく大きく見せたい男なんで、恥ずかしすぎるやろな、あの映像マジで本当痛いで、その映像流れた後もね、ビクともしなかったとか抜かしてたけど、もう思いっきり聞いてもってるし、ビクともしなかったってマジこいつらしいけど、そういう嘘張ったりがね、マジで。で僕はツイッターで、所沢タイソンがそのビクともしなかったって言ってて、で瓜田さんがオーディションで右フック聞かせてる、ね、映像を載せてツイートをしたんですけど、それがねインプレッションがもう300万近くいって、多分過去最高レベルに、はい、到達してて注目されるツイートになってたんですけど、とにかく僕この一戦盛り上げたいんで本当嬉しいです。はい。とにかくこの一戦を盛り上げたい。はい。みんなに知ってもらいたいし、まず所沢タイソンがどれだけのクズか、どんなやつなのかって知ってもらいたいし、うん、本当にもうどんどんこれからも、ツイッターなり、YouTube なりで、所沢タイソン、のことを取り上げていきたいなと僕は思ってます。はい。で、勝敗予想なんですけど、まあ、まじ難しいんやけど、これ予想するのもデータもないし、でも、やっぱでかいよね、奥野って。でかいんやけど、いや、まあ、所沢のタイソンが前に行ければでも、押し切れる気もするんやけどな。なんかね、多分アウトボクサーのタイプと思う。なんか動き見たらそう思った、柴田戦の、奥野は。で、でもね、あの所沢タイソンもあんまもうとにかく怖がりなんで、マジで。ね、少女のような心を持ってるので、本当に。うん、本当に怖がりで、ビビりで、うん、ね、ビビりの男なので、前に行ける勇気もないと思うんやけど、まあでも、普通にどっちか予想しろって言われたら、奥野かな。うん、奥野はね、もう蹴りの動きしか見えんかったけど、
蹴っていって所沢体操のあのスローな動き、まずね30秒もたんと思うスタミナ俺、うん、所沢体操も太りすぎやし練習も一切してないし30秒ももたんと思う。普通にやったらかわせると思うし、そこでねあのカウンターのパンチとか蹴りとか打っていったら全然奥の勝てると思うんだけど、ただ俺が所沢体操だったらもうガンガン前に行って打ち合うというか、うん、前に押し切っていったら判定で勝てると思うんやけど、ただまあそんな気持ちないと思うし、ただねこれね怖いのがあのブレイキングダウンはその八百長じゃないと思う、もちろんそんなこと分かってるんやけど、この試合はねその可能性が正直あると思ってる俺は。仕込まれてる可能性が、だって本当に怖がりなんで所沢のタイソンって、この試合も、この前になんか掴み合いがね前回のブレイキングダウンだったっけで、奥野と所沢のタイソンで掴み合いのちょっとねそれがなんかトースポとか乗ってめちゃくちゃ大はしゃぎしてたけど、所沢のタイソンあれも仕組まれてた可能性あるし、少なくともあの日あの後焼肉屋行ってんのよこいつ奥野と一緒に、で少なくとも和解してるはず、多分ねもうその前から知り合いだったんじゃないかなと思うけど、そうで和解はしてて、でこいつは、ね、とにかく怖がりで、あの青汁王子がブレイキングダウンでやろうぜって、で俺に勝てたら3000万やるってまで言ってんの、うん、それなのに断ったの怖くて、うん、でこいつってねそのね彼女長年付き合った彼女の貴金属を売ったりするようなねクズやしね、金があったらそんなするわけないや、で本当金に困ってて、あとその偽物のコピー品をブランド品と偽って売ったりしてんの、まあ、ただの犯罪者なんやけど、でとにかく金ないこいつが3000万のオファーですら断ってんの、そうあんな大量差もあんのにね、うん、でそれでこの試合を受けてるってちょっとね怪しいなって思っちゃう俺は。ただこれがもし八百長だった場合まあ俺の目で見たらもう 100% も見抜けるし、それがどういう試合あの八百長かどうかって、で今の格闘技ファンも気づくと思うよね、すぐ簡単に、うん、そんな騙すの難しいと思うよ。だから八百長じゃないことを祈りたいんやけど、でもねこいつのビビりとこの人間性を見た時にマジで仕組まれてる可能性もあると思う。ね、まあ奥野も現にエキシビションやってるわけやしね、柴田と。そこだけはでも真剣勝負でやってほしいと思うけど、まあね、でこれ、まあ、もしそういう試合したら永久追放と思うけど、まあ永久追放でもこいつはいいもんね、所沢体操はもう二度と戦いたくないから、もうずっと実家の中で降りたいはずや、もう外出るの怖いから基本的に喧嘩になるの、うん、まあでも仕組まれてたとしても、あの打ち合わせがあったとしても奥野はそれを裏切れるような人間性であるような気もするけど、うん、やしそこを仕組まれてたの裏切ったところで所沢の体操でそれは言えへんから、そのことってね、うん、仕組まれていようが奥野裏切ってくれマジで、てか仕組まれてないことを祈ろう、ちょっとまあこれはただの憶測でしかないけど、ただ所沢の体操をね長年追ってきてる俺からしたらね、わかんのこいつがこんなビビるなやつがこの舞台に出るのとおかしいから、うん、やし少なくともこの日のオーディションの前の時点で奥野とやることは決まってた、もうこれはもう間違いない、こいつがこのビビりで、何も対戦相手が誰になるかわからんままオーディションに来るような根性は絶対ないから、それでサップ西成さんとかアンディ南野さんと当てられるのとかね、エドポロキングとかも絶対怖いから、うん、それはもう間違いないと思う、最初から決まってできてるこいつは、うん、でですね、ね、こいつがね所沢タイソンが試合するって決まった時点で移転を思い出したことがあって、まず一つ久保田武蔵を思い出した。で今の格闘技ファンはね、まあ、もちろん ほとんどいるとか知らないでしょうけど、まあ、10年ぐらい前からとんでもない男で久保田武蔵って、なんかねサム・グレコって元 K-1 ファイターと引退試合をするってなんか大々的にやってしまって、でもちろん久保田武蔵のことなんか誰も知らんんだけど、でそのプロフィールになんか世界4冠王者って書いてんの MMA で、調べてみたら1試合もしてないの、1試合もしてないけど本人が言うには、総合格闘技世界4冠王者で、61戦55勝0敗1引き分け5無効試合っていう恐るべき戦歴を誇るの、自分で言うのやけど、もうねこいつとんでもない嘘つきで、そうでも俺好きなのこういう痛い人間、所沢のタイソンとか久保田武蔵みたいな、だからもうこの時も久保田武蔵にメロメロでめっちゃ追ってたんやけど、でこいつが言ってることも面白くて、そうトムっていう親友がおってアメリカの興行で、左フックで殺したとかそんな試合すらしてないんやけど、でそうなんか会場の控室とかでブログこいつ毎日やってて当時で、それ載せてんのが、その載せてるところがただの日本のねホテルだったことも判明したりとか、もう全部バレていって、あのこいつが偽ってチャンピオンベルトって偽ってたやつも、それも通販で買ってるベルトっていうのがバレたりとか、そうあとねこいつの経歴言ってることすごくて、まあ、所沢のタイソンとすごい似てんのよ、なんかね、生徒数15万人なんかクラスでやってて、月間500クラスの、そう
体操教室からクラスをやってたって言うんやけど、月間500って半端じゃないよ。毎日やってもこれ何回、ほんと3000戦無敗と同じ規模の嘘。あと、司会回数2300回以上と抜かしてんの。自称やけど。司会回数2300ってマジで、所沢体操とほんと一緒のような同じ規模の嘘ついてる。あと、アメリカではファイトマネーが1000万だったとか、20社のスポンサーを背負って戦ってたとか、何一つのデータが残ってないんやけど。そう、で、こういうやつがおってですね。そう、まあ、結局全部嘘ってバレたいけどね。すごいよね、こういう嘘つけるやつって。所沢体操もそうだけど。そう。でですね、でも結局こいつは、久保田武蔵は、戦わずに逃げた。一回も試合せずに。だからもう、そんだけ言うんだったら証明しろって話やけど、そのサムグレコとの引退試合も、中止にしたし、そう。嘘つき続けて逃げたんやけど、でもね、所沢のタイソンはどんな形であれ、うん、今回試合はする、うん、やっと実戦の場に出てくる。だから俺そこだけは評価したい、所沢のタイソンの、うん、まあ今までねホラ吹き続けてやらざるを得なくなったのか、まあ金がないからとかいろんな理由はあるんやけど、一応こうやって表舞台出てきたから、やっと今回ブレイキングダウンないんで、そこは評価したい俺は、うん。でね、もう一個ちょっとこんな小話に必要ないかもしれんけど、僕ね、河本博人が大好きなんですよ。元ブルーハーツ、ハイローズ、今クロマニオンズの河本博人大好きで、その人がね、サボテンブラザーズって映画をがすごい好きで、それをね、なんかの雑誌で紹介してて、そう。で、そのサボテンブラザーズ、河本博人がおすすめしてたんで、俺も見たんやけど、で、めっちゃいいシーンがあって、そう、それをね、所沢タイソンがね、試合するってなった時にちょっと俺思い出したんやけど、ちょっと軽く説明させてもらうね。そう、山賊に苦しめられてるメキシコの農民が、西部劇でヒーローを演じる俳優トリオ3人を正義のガンマンたちだと思い込んで助けてほしいって頼み込むので、ただの役者で実際のピストルとか撃ったことないんやけど、そうやって頼み込まれてしまってなんか後に引けんようになってしまうので、すごいいいシーンが一個あってね、スティーブン・マーチン、その3人のうちの1人主役のスティーブン・マーチンが俺はやるぞっていうの、後に引けんようになって、で後の2人はもう帰ろうって言うんやけど、その時スティーブン・マーチンがザッと線を引いて、地面にザッと線を引いて、偽物が本物になれるチャンスが来たんだって。このチャンスに乗るのか、この線よりこっちは男だ、この線よりこっちは負け犬だって言って、それで結局3人とも偽物が本物になろうとして、その線を越えんの。そのシーンが、河本博人感動したって言ってて、で俺も見たんやけど、結構もうマジでいいシーン、そこはで、ちょっと臭い話になっちゃったけど、でも俺これ所沢タイソンもそうと思うの。本当偽物やし嘘ばっかついてきたけど、ここでやっと本物になれるチャンスが来たと思う。うん。で、この試合に向けて、所沢タイソンは、練習もする気ないとか、喧嘩で行くとか言ってるけど、ここで、勝っても負けても、俺は気持ちが見たい。で、わかると思うよ。こいつ、まあ、これがね、八百長でなければやけど、リングに上がることの恐怖、もう今の時点で震えまくってると思うけど、大恥かく可能性があるからね、めちゃくちゃ怖いと思う。だから、こいつ当日来ない可能性もあると思ってるけど、でもね、マジでリングに上がって戦うって、どんだけすごいことか。こいつはディープのチャンピオンに喧嘩で勝ったとかも抜かしてるけど、うん。ここでマジで本物になってみるよと思う。俺は技術が見えなくてもいい。まあ、他のブレイキングダウンの選手にも言うけど、うん。技術が見えなくてもいいから気持ちが見たい。それだけで俺は感動するよ。うん。俺はそういう姿勢が見えたらそこは馬鹿にはしたくない。マジでスタミナも持たんと思うけどね。で、これをきっかけに、別に俺はそのプロのファイター目指してたわ、言わんけど、でもこんだけなこといろいろ言ってきたんやから、マジで自分で。喧嘩3000戦無敗とか、ディープのチャンピオンに失神させたとか。ブレイキングダウンでいいから、数試合やってみてほしい。うん。それだけで俺は本物になれたって思えるけど、こいつが。今までのこいつの偽物ぶりからしたら、試合して、そう、ちゃんとでトレーニングもしてみてほしい。トレーニングしてて結局こいつの言い訳とも思うの。ちゃんと準備して、ヘビー級のやつとか、まぁ、ウリタさんね、でもまぁ、ウリタさん体重差がめっちゃあるからちょっとあんまり乗れんけど、ウリタさんとの試合をちゃんとやってみてほしい。うん。でもこいつもね、今まで言ってきたこととかもうね、嘘って認めて、まあ認められへんと思うけど、でもちゃんとチャレンジする姿勢を見てみたいけどね、俺は。うん、格闘技の試合、まあブレイキングダウンでいいから、1分の試合でいいから、ちゃんとトレーニングして、なんか向き合ってみてほしい。こいつの人生にとって俺最後のチャンスと思うよ。今までね、大きく見せようって、等身大の自分でやってみようぜ。うん。ね、あんだけ言ってきたんやもん。見せてくれ、タイソン。ね。で、とりあえず当日逃げるな、お前は。マジで逃げる可能性あるけど、逃げずにリングに上がってくれ。で、真剣勝負を見せてくれ。うん。で、勝っても負けてももう一試合みたい、俺は。少なくとも森田さんとはやらざるを得ない状況やけどね。状況やけどね、まあ、ありとあらゆる理由使って逃げてくると思うけど。
なんかもう役者が違うとかレベルが違うからやる必要ないとかそういうこと言いそう、うん、ね。まあまずこいつでスポンサーついてるやつもどうかと思うけど、まあでもね、まあ俺筆頭に批判してるやつ山ほどおるけど、まあそれだけのこと言ってるからまあしょうがないと思うけど、その批判されるのも。でもそういう人たちも一応頑張ってね、格闘技、まあブレイキングダウンに向き合って戦う姿見たら感動する人多いと思うんやけどな。ね、ちょっとこの試合だけで終わらず、俺は所沢のタイソンは今後もね、玉ねぎから戦ってもらいたいなって。少なくともあと1試合、ね、ウリタさんとの試合かヘビー級とのちゃんとした試合見たいなって思います、マジで。はい、やっと所沢のタイソンの実際の戦いが見えるのは本当楽しみで仕方ありません。はい、で当日は、ブレイキングダウン9、当然、解説配信やりますし、感想動画も作る予定です。皆さんどうかご視聴ください。はい、では、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。終わります。